どうもタブヤンです。ウイニングイレブン、ついに来ました。首位攻防戦、勝ち点5差で名古屋グランパスをホームに迎えて戦います。さあ、名古屋グランパスにはね、豊田がいますね。そして若き日の本田圭佑いますよ。指示くれ。さあ行きましょう。じっくり行こう、じっくり。エンド蓋側に、おっと、マグナムスが走ってきて、戻れ、潰せ潰せ潰せ、前から潰せ、オッケー。いい攻めを見せたんですが、ちょっとうまくいきませんでした。宮本、みんなね、ちょっと体力疲れてる選手もいるんですけど、ベストメンバーでいきたいと思います。首位攻防ですからね、全員疲れ果てて、次の試合はね、バタン級かもしれないけど、行こう。北川、遠藤が前に出した、左へ送ります。一旦、おお、クイックリスタート。取られました。やはり抜けるとチャンスになるところですからね。クリアしました。北川と中央突破狙いました。これは読まれていたようです。ここは一旦下げましょう。中川トラップ、ナイストラップ。北澤さん、はい、ガンバ、あ、2人もマークされてる。誰、右サイド。よし、マグナウス個人技でいけ、個人技でかわせ。ここをプレスかけろ、2人で。どうだ、あー、ナイスチャレンジ。さあ、もうどんな形でもいいですよ、ワールドカップ予選のようにね。1対0で勝てばいいんだ。おお、ナイスシュートしてくるな。打ってきましたね。惜しかったですね。誰だ今。最後にシュートを放ちました。右サイド超マークされてるよね、このカジが。左にさばいて、ちょっと合いません。カジがマークされてる気がするんだけど。グランパス、トヨダ、トヨダ、トヨダ、本田圭佑はマークだよね。さあ、こっからだ。キム、あー、フリーになった。危ない、助かった今パスで。さあ、キム、ここに出てきたぞ。山口頑張れ。いやー、よかった、鴨川の方でよかった。豊田にヒーリングされたらやばいよね。そして頭で合わせるという攻めを見せてくれました。豊田って、あの、知ってる豊田じゃないのかな。これいいアプローチいってますね。なんか下の名前が違うような気がする。そしてここはよし、ナイスルーパス。あ、田村さん、はい、もう一回。ホーム側なんですけど、回せ回せと叫んでいる感じでした。もっとうまく前線運ぶということだと思いますね。そうですか、ありがとうございます。こぼれ球がついてない。カジが上がってるもん。シジクレイがフォロー。足技見せます。あー、出たか、もったいない。まあ、その間にカジ戻ってきました。トヨタ傭兵だよね。クリアか。よし、ちょっと危なかったですよね。バンドと2人で、バンド2人で勝負、2人で。北川からもう一回バンド、オフサイドなしで。おお、勝負に行ったけどね、個人技が足りなかった。ここは戻します。くー、1点の重みよ、1点の重み。おっと、アリクロス。少し前から比べると相手に中盤を支配され始めているように見えるんですが、相手の、あ、秋田豊いるの、ね、鹿島アントラーズじゃないの。ディフェンスでした。そうだったっけ。リターンから片山、晩年の秋田かな、これ。パスをつないでいく。おお、マグナウベスのプレス無理。グランパス、ボールキープしています。ああ、やばい、2人重なって。そしてここはキム・ジョン、プレスプレス、オッケー。宮本前から、すごい前から、後ろからの間、2人で取れない。支配されてるね、試合。ターンはたく、後ろにはたいた。あ、厳しい、グランパスの攻撃。クリアするので精一杯か。くそー、やばいぞこの形。豊田、本田圭佑は目立ってないね。右方向への、いや、クリアで精、あ、来た、本田圭佑。線は細いけどテクニック見せてくる。この頃の本田。あー、やばい、1人かわされた。クリア、指示プレイ、オッケー。
キープキープキープ。サイド攻撃を見せましたが、ここは2人3人ディフェンダーいるね。ここで、なあダメだ。よしいいぞ。二川ドリブル。マウナーベスが一旦落としての、うわあ3人での攻撃は厳しいね。ナイスカット。ここで受けた。おお強いなスピラール。スピラールに負けたな今。ここはしっかりと守りました。トヨダ潰しとけ。トヨダ潰しとけ。行きます。いやーがっぷり四つ。どうしようフォーメーション変えましょうか。ね、後半はどのあたりがポイントになるでしょうか。そうですね、いや後半もう3トップでいこう。ね、みんな疲れてると思うけど。シュート0本。しびれる試合だな。さあ行こう。今後半が始まりました。オンダ。グランパス。ボールを回します。左から行きます。やばいやばい。置いていかれてる2人とも。わっと抜けてきたぞ。オッケー。さあ3トップでいきますよ。こっちも攻撃するよ。ホームだから。よし来た。2人空いてる。ここスルーパス。あれ狙いすましたんだけど。オフサイドだよね。トヨタね。オッケー。ラインも高いですからね。このフォーメーション。ちゃんと見てましたね。4-3-3。このアウベス。競り負ける。前へボールが出て。戻ってきて。トヨタが空いてる。ランパス。オッケー。ナイスカット。行こうというところ。バウンド来た。チェックが効いていました。秋田が強いな。壁を使います。秋田上がってきたよ。センターバックのマジか。ここ攻撃は苦手でしょ秋田。いやーヒリヒリする。シュート打たなくてもね1点取ればいいんだよ。1回のシュートで。よし来た。カウンター。しかし惜しかったです。やっとさ。おおいいとこに転がった家永。よし、かわした。でもね、タイミングが合わない。タイミングが。マグのアウベス。おい、山口がこんなところにいる。さあ、こっちも必死ですよ。遠藤が。遠藤。いい攻撃だ。よし、来た。家永。だー、誰もついてこないな。タイミングが、ねえ。おう宮本ナイスキック。15分を回りました。二川がスルーパス出す。なんとかクリア。相手も守り堅いな。名古屋。いい攻めを見せたんですがちょっとうまくいきませんでした。前半には形ない形見してるよ。よし家永個人技で行け。個人技で。よーしかました。外側から行った。マグナウです。もう一回。相手に当たった。ああコーナーじゃないか。キックに変わります。今日。今回初めてのコーナー。フェルランジーニとマグナーベス交代。イエナが疲れたんで中山。どう攻めてくるんでしょうか。真ん中入れた。よしだ。おおいいタイミング。ダイレクトヘッド。強い。もう一丁。ああ重なったか。お山口に代えて安田。攻撃的だからね安田。という状況で先に動きます。どんどん動いていこう。ヘッド。おっと負けた。競り負けた。ああオフサイドじゃない。おおナイスキーパー。でした。足元うわすごいスルーパス。おお完璧に置いていかれたけど助かったぜ。危なかった今。前方へ安田。危ない。こういった大きな展開ですね。いいですね。さあ二川から橋本。そしてもう一回二川がフリーになっている。ボールの先に中山。惜しい中山。形はいいんだけどね。これ繰り返すしかないよね。トヨタのキープ力よ。中山が逆サイドへ。フェルナンジーニョがキープして遠藤が経由して安田がフリーだから真ん中にドリブルする。そしてスルーパス。あここはよく守りました。
中央へのボールが入ってきましたが、ここは合わせられませんでした。あ、宮本行っちゃったよ。宮本行っちゃったよ。オッケー、ナイス、橋本の勝ち。おお、カットされた。やるな。バンドまでディフェンダーに、ディフェンスに回して、あー、真ん中。ここは一難の狙ってくるね、一発スルーパス。ここ阻まれました。この距離はどうだ。おお、藤ヶ谷ちょっと前に居すぎてないか。しかしキーパーキャッチ。いい弾道だったんですけどね。前。トラップして。この大きなパス。よーし、うまいパス。いい形だ。うわー、当てられたか。手に当たりましたね。コーナーキックになります。あ、本田圭佑アウト。チャンスでね、1点取りたいところですよね。ガンバ、ホーム側でコーナーキックを迎えています。競り負けた、これやばい、カットカット。よし、ドリブルさせた方がマシだったね、今ね。みんな戻れ、急いで戻れ。カウンターで来る。右に送って、ここは行かせない。これを中入れてくる。スープレーカット、オッケー、オッケー。あー、いいカットですね。いや、くそ、勝ち点3が欲しいんだ。うー、くそ。今後半の40分。さあ、逆サイド、逆サイド。よし、キープした、もう一回。あ、オフサイドだ。あー、ダメだ。これはタイミングが合いません。今のちょっとタイミングが遅いんだよ。さあ、固まっている。時間がない。名古屋としてはね、もう引き分けでもいいもんね。1位キープできるもんな。真ん中でスルーパス出されるよ、これ。危ない危ない。おーっと、逆サイド。ヘッドだ。おー、カットカット。ピンチを逃れました。中山では心細い。頭で渡す。右へ出した。ロスタイムなし。うわー、フリーだ。うわー、杉本。さて、前へ抜けようというところ。これ誰か一人、誰か一人。おー、キーパー安定してるね、藤ヶ谷。もうちょっと前までね、持ってくるかなと思ったんですけどね。いやー、グランパス強かった。優勝の笛が鳴りました。ふー、引き分けて勝ち点1を手に入れました。引き分けか、攻撃のオプションが足りなかったね。いかがご覧になりましたか。はい、もっと左、ね、両チームサイドアタック、右サイドアタック使った方がいいのかな。さあ、今日の試合の内容についてなんですが、後半22分、豊田、非常にいい形でシュートを打ってきました。そうですね、まあ外れてしまいましたけど、絶好の位置だったんですよね。決定力に弱さが見えましたね。さらにまた重要な場面があったんですが、後半32分。ああ、今映りました。鴨川、なかなかのシュートを見せてくれました。ゴールには至らなかったんですけど、直前のパスも非常に良かったので、惜しいプレーだったと思いますけどもね。もう少しですよね。試合を終えてみますと、結果は0対0、両チームともに勝ち点1を得ています。さあ、放送時間もなくなってきました。解説は北澤豪さんでお送りいたしました。次回の試合を皆さんお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、また次回お会いしましょう。しましょう。さよなら。